それでね、その後お母様がって聞いてる？聞いてないって言ったら黙ってくれるの？もうまたそんな意地悪言って、聞いてくれるまで話し続けちゃうんだから諦めましょう、舞さん。じゃあ続きね。その後お母様が。待って。え？あの子、あれはセーラですね。どうしたんでしょう？おーい、何か用事？何か用？え、なんで？落ち着いてください、セーラ。どうしたんですか？ちょっと耳貸して。これでいい？内緒話はずるいよ。ねえ、なんて言ったの？二人にこの間助けてもらったお礼をしたいんですって。お礼？ありがとう。どういたしまして。よかったね。いや、だからなんで？あの、ありがとう！あ、セーラ！あらら、舞ちゃん逃げられちゃったね。はあ、なんなの？もしかしたら、舞さんを怖がってるのかもしれないですね。私の何を？顔ですかね。そう。あれ、もしかして傷ついちゃった？ついてない。じゃあ今度こそロットの話聞いてくれる？聞かない即答でしたね。そんな。だって、舞ちゃん置いていかないで。あ、舞さん、それにロットさんも。ん？何？何か用？はい、実はですね、ほら、今ですよ、セーラ。セーラ？舞、ごきげんよう。こんにちは。ごきげんよう、ロットもいるわよ。うん、何？あ、やっぱり怖い。どうしたの、セーラ。舞ちゃんが何かした？ただ用を聞いただけだよ。ロットも見てたでしょ。セーラは昔からすごい泣き虫みたいで、それを克服したいみたいなんです。だから好きだけど怖い舞さんと話せれば克服できると思ったんです。バカ！リリアナ、それは秘密でしょ！怖い。大丈夫！可愛いよ！私、そんなに怖いかな？はい！舞さんは、一度冷静に自身の見え方というものを考えた方がよろしいかと思います。例えば、怖
くないように真顔じゃなくてにっこり笑ってみるとか。舞さんは笑うとどんな顔になるのですか？どんなって言われたってこれでいい？なんで？今度はこれ以上ないってくらい思いつく限り最高の笑顔をしてみてください。ほらほら、舞ちゃん早く。こう？にゃあ、あ、泣き止んだ。あるいは泣く子も黙る怖さだったとの見方も。そんな、どうすりゃいいのよ。もう舞ちゃん、難しく考えちゃダメだよ。普通にいつもの笑顔でいいのよ。ナチュラルにね。意識したらナチュラルじゃないわよ。確かにそうでしたね。でもそんなに落ち込まなくても。ちょっとそんなに笑わないでくれる？ごめんごめん、そうよね、セイラが笑ってくれるならまだしもって。え？はあ、これでロッタさんが頼まれていたお使いは終わりですね。まだ時間がありますけど、どこか行きたいところはありますか？それならあそこがいいわ。おいしい紅茶を出してくれるお店があるの。ではティータイムにしましょうか。うん、ねえ、舞ちゃんもいいでしょ？って聞いてる？ああ、うん、ちょっとあれが気になって。街に来てたのね。一人で大丈夫でしょうか？あ、危ない。あれ、いたくない。大丈夫？ありがとう。どういたしまして。二人とも無事でよかったです。セイラの反応は予想外ですけど。本当に頭打ったりしてない？もう怖くないの？すごく優しい感じがしたの。顔はいつものままだけど、もう怖くないかも。よかったですね、舞さん。まあ毎回泣かれるよりはね。バカ言ってると置いていくよ。だって残念でしたね。もう絶対に諦めないんだから。行くわよ舞ちゃん、転ぶからね。ロッド、うるさい。また転ぶといけないから。ありがとう。